から代官山蔦屋書店で働いてるんですか？11年前ぐらい。え、代官山蔦屋書店ってできて11年も経つの？経ちます。うわ、マジか。伊勢崎町本店ってどれぐらいあるんですか、できて？65年。初めて聞いたのが文具コンシェルジュ。エプロンにペンばっかり刺してる人のこと言うんですか？これ、こんなことあります？文具のスタッフと本のスタッフが同じ制服を着てて同じフロアにいるんですよ。本の問い合わせを文具のスタッフも受けてしまうんですけど、本人はそこまで詳しくないんで、文具ってわかるようにできないですかねって上司に相談したら、全身からカモセみたいな言われて、それで文具のスタッフはありったけ文房具を身にまとうような感じに。辞書に詳しい人は辞書持って歩いてるみたいなことは、そんなことはないですね。以前ツイッターで佐久間さんがブッコロのイラストを描いてくれた。描きました。え、これですか？あ、見たことある。そうです。好きなんですか？もう大好きですよ。あ、やだ、結婚してます。普段は毎日お誕生日カードを書いてツイッターとインスタでやってます。うまっ。毎日やってるんですか？毎日やってるんですよね。え、トラウマ。ありがとうございます。ブッコロくんの誕生日の6月30日見てみます。南コアリクイですね。南コアリクイ、可愛いんですよ。来年はミミズクで。やった。情熱的な色でお願いします。情熱的な。岡崎さん誕生日いつですか？7月16日です。あ、近い。岡崎さんの日、猫やん。可愛い。本日の誕生色はファウンテンブルー。色言葉は自由です。ぴったりですね、岡崎さん。まだまだありますよ。続いては友達へのプレゼント、女性から男性に贈るならです。蔦屋書店、佐久間さんお願いします。はい、こちらをプレゼントしたいと思います。なんだ、もうパッケージでおしゃれだな。何？え、なんだこれ、何これ。こういうデザインの時のメダルありましたよね。全然わかんないです。オーパーツという商品名なんですけど、はい、アルミ削り出しでできている段ボールを開梱する時に使うカッターなんですけど、尖ってる部分で開けてもらうんですけど、はい、立てておけるんですよ。あ、本当だ、はい、使ってない時にかっこいいインテリアみたいになるので、玄関の靴箱の上とかにポンって置いといてもかっこいいで、ね、あ、まあ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 、あ、アルミってこんな重たいんだ。その塊になるとずしっときますよね。これはおしゃれだな。お友達が集まった時とかに、何これかっこいいみたいに。お値段かな。1万1000円です。まあそうでしょうね。ちなみに岡崎さん、今回は高い方がいいんですよ、プレゼントなんで。気にならなかったらメルカリで売るもん。ひどい。ビューリンド岡崎さんお願いします。はい。軽い。また？いや、軽い。今までで一番軽いじゃないですか。そう。何これ、これはちょっと面白そうだ。ロイヤルフライングライト UFO。 空飛ぶ光る UFO です。おお、おお、すげー。おお、怖い怖い。なんだこいつ、すげー。なんこれ、これ楽しいですよね。佐久間さんは本当に未確認飛行物体を見る顔で見てました、ね、私好きですこれ。UFO 大好きなんですよ。音もいいですよね。おいくらですか？4290円です。まあまあする。でも飛ぶもんな。これはもう勝者決まりました。勝者、ユーリンド岡崎さんです。これはだってテンション上がるじゃん。クリスマスパーティーに持ってったらマジで男たちは2時間ぐらいこれで遊んでると思う。これ欲しい。持って帰っていいですか？いいです。ちょっとあの娘を釘付けにしてやろうと思って。佐久間さんが2ポイント、岡崎さんが1ポイントで最終決戦でございます。最後は2ポイント差し上げます。友達へのプレゼント、男性から女性に贈るならです。蔦屋書店、佐久間さんお願いします。はい、こちらを差し上げたいと思います。何？あ、そういうこと？蔦屋書店限定の本のセーターってというものなんですけど、はいはい、こんな感じで本に着せてもらって、ポケットがついているのでペンとか付箋みたいなものを入れていただくということもできますし、大きい方のポケット広いんでスマホとか小さいお財布とかも入れられるんで、例えば読みかけの本とスマホだけ持ってお出かけとか、カフェでポンって置いといても可愛いし、文庫サイズから英語サイズまで入るのでノートに使ってもらってもいいかなと、はい、小物まとめてノートにつけてミーティングとかに、社内で移動するときとか
とかも使えちゃうっていう。帰りチャリで寒い人はこれ色違いもあるんですけど、赤いのとかネイビーとかもあって、かわいい。まず見た目がかわいいので女子の心はつかめるかな。プレゼントって温かみがあるといいですね。物が温かみがあると送った人の心が温かいみたいに思えるんだなって今初めて気づきました。フライング UFO もらった時心の温かみ全くなかったですもんねそうね、結構伸びるんで。こういう感じかな。ねえ寒くない？大丈夫？最近はさ、本も風邪ひくっていうからねえ、やっぱり裸にさせておけないのね。普通のブックカバーもいいんだけど、あれはもう夏のやつだからさあーねー、寒かったね、ごめんね。冬用ね、衣替えしないとね、本のセーターっていうのね、っていう人たまにいますよねおいくらですか？2530円です。本のセーターなので本をつけてあげちゃってもいいのかなっていう気はしています。あ、なるほどなるほど。お気に入りの一冊と、はい、情熱的な恋愛の小説を忍ばせてそしたら友達からだんだんと恋人になっていくかもしれないですよ牛林堂岡崎さん、お願いします。初めて重いんですよ。重い重い液体だな。何これ？洗剤。洗剤。リブレ横浜さんのシルク&ウールディターデントっていう、はい、いつも愛用している洗剤なんですけど。こんなおしゃれな洗剤使ってるんですか？大切なものしか洗ってないんですけど。おしゃれ気洗いみたい。これくらいですか？4400円。高っけ。いやでもね、これ使っちゃったら他の使えなくなる。マジっすか？ローズ&カモミール。ああちょっと控えめっす、うん、うんうんうん、いい匂いいい匂い。洗ったセーターを渡辺社長が違うのよ。普通はクリスマスにセーターあげるのよセーター洗うやつはあげないのよ。どっちがどっちか。ふかふかされたらこっちでしょ。断然断然こっちの方がふかふか。畳んだ時点で差出てやってますもんね、うんうん、シルクドソレイユ衣装ここの洗剤使っているっていう、それがすごいのかどうか分かりませんがね。はい、でもねもらったら嬉しいし、言ってることは分かります。プレゼントとしてはすごくいいと思います。4000の洗剤買わないもん。勝敗ですね。難しいな。勝者はスタイル書店佐久間さんですありがとうございますさすがですね。ザキさんは TPO を無視しがち。無視はしてないです。4対1なんで岡崎さんは3回モノマネすることになるんですけど。違う、ね、1回でお願いします。1回ですか？キキちゃんとかでいいんじゃないですか？朝私の横で寝てるんですけど、はい、これは私だと思ってやってもいいですか？わ、はい、かりました。岡崎さんの寝てる時に横にいる岡崎さん家の猫キキちゃんのモノマネです。どうぞ。なんとですね、スタヤ書店さん側から岡崎さんにプレゼントがある。でも分からないですよ、フライング UFO の可能性もあるんで。こちらを。何ですか？スタヤさんのオリジナルインクです。12月1日発売のオンユアバースデー第2弾という。もう一つもう一つ。ワンエースです。こちらもお祝バースデー第2弾ということで、セーラーさんのプロギアスリムミニの首軸が金属で低重心になってるモデルです。両方で4万ぐらい。すごい、大切にしてくれていただきます。ザキさん騙されてます。ありがとうございます。ザキさん騙されてる。違うんですよこれ。幽林堂しか知らない世界を利用した宣伝なんですよ